こんにちは、イヤです。最近は暖かくなりお出かけする回数が増えてきました。と言いたいところなのですが、今回の撮影は用事の帰りみたいです。鐘の鳴る展望台が見えてるんですよね。生駒三条遊園地、僕らの広場、鐘の鳴る展望台の十二市議生駒スカイラインで走ったのかな。この日は夕方なんだけど風が強くて肌寒かった。みんなダウンコート着て遊んでました。もうすぐ春ですね。と言っても撮影日の翌日はまた寒かったんだけど。今回東花園駅前のパーキング事情を見るために車で帰りに通ったんだけど、一方通行とかがあってなかなか慣れないと難しそうですね。道なりだと一方通行だったのでドリーム21の方を通って帰ったんですが、一斉に車が出庫する時間と重なりかなり混んでました。車の出る順番で揉めてる方もいたので、なるべくなら時間をずらしてというのがいいかもしれないです。私は美術センターの方にある駐車場に停めたので帰りに混むとかはないです。その代わりドリーム21からは少し遠いです。
ここも華やかになるんだろうな。実はマンホールの方にも動画アップしてますので、お時間ある方はぜひ。和歌江岩田と恩治川治水緑地です。恩治川治水緑地は駐車場が無料ですが、トイレが簡易トイレです。初めて行ったけど、駐車場に行くまでの道が結構狭かったです。サッカーグラウンドの駐車場に停めたけど、違うところの方がいいのかもな。恩治川治水緑地の駐車場の話ですよ。ここは歩くにしても範囲が広くなさすぎないのがいいよね。もう一個のポケスタは撮影し忘れです。美術センターは羊のショーン展が開催中のようですね。ここは特定日だと駐車料金に違いがあるので、そこは注意が必要です。ではまた次の動画で。